どうも、中田敦子です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームイングリッシュ最強の英語独学編 <laughs> これしかないさあ、やって参りました。ついにこれしかないというのを私は見つけたぞということでね、今回おし、あね、お伝えしたいなと思います。最強の英語独学ということでね。まあ、前回もですね、私あの、エクストリームイングリッシュということで、英語の授業をやったんですよね。 動画があります。なんで英語が日本人喋れないのって言ったらですね、読み書きの方ばっかり言ってた。ね。単語帳も紙ペラ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 やって、なんか書籍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 ね。書いては書き、書いては読み、書いては読み、喋ってねえじゃねえかとね。喋ってねえじゃねえかとね。喋れませんってお前喋ってねえからだよってね。聞けませんって聞いてねえからだって。お前読んで書いて、読んで書いてきて喋れません、聞けませんじゃねえよというね。 ま、この現状がテクノロジーによって変えられるよっていうことで、シャドーイング。これについてものすごいプッシュしたわけですよね。私のね、大好きなね、あの、海外のユーチューバー、ね、ナスデイリー。ね、フル字幕で。 え、ね、全部英語で喋ってくれてますから、えー、聞き取りやすい英語です。なので私がね、その動画を見て、シャドーイング。シャドーイングっていうのはその影がね、こう、シャドードがついてくるようにですね、その、その英語の音声をすぐさまにですね、こう被せて読むというね。被せて読むとね。英語の音声の音に被せて読む。それをずーっとやるんですよ。これ効果あるのかよと。ね。前回の動画で中田シャドーイングが最強だなんて言ったけど、効果あんのかいってこれに関して。 効果、ありました。あったんですよ。これは、私の現在 YouTube チャンネルでね、トークチャンネルと、もう一つ英語チャンネル、中田ワールドっていうのを作ってるんですよね。そちらで、オンライン英会話、DMM 英会話でですね、オンラインでやってるんです。あれ便利ですね、あれで喋ってる。その時にですね、中田意外と聞けてるじゃないかと、コメント欄に来るわけですよ。中田、ね。 英語の先生の英語の喋り聞けて、ふん,ふん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 言って、その後何がしか喋ってるじゃないかと。聞けてるのはこれ、シャドウインですよ。あのスピードっていうのはね、最初面食らってギャーなるわけですよ。ね。だけど、普段からあのスピードのものを聞いて、わー口に出すことによって、だんだんなんていうのです、ね、聞けるようになってきてるんですね。聞けてる聞けてる。正直聞けてる実感があるんですよ。 その上で、どうせ喋れませんからっていうメンタル。これ一番怖いブロックですよね。英、え、語、ー、ごめんなさい。できません。<laughs> すいません。あの、なんか道聞かれたらですね。ごめんなさい、ごめんなさい、怖いです、怖いですってなるあのメンタル。あのメンタルのブロックも解けました。正直、今や私はですね、その、中田ワールドのチャンネルの方でね、 マダガスカルの人とも談笑し、セルビアの人と政治の話をし、中米の人とですね、さらに趣味の話をしたりですね、いろんなことやってる。アフリカの人ともですね、アメリカの人とも、ヨーロッパの人とも、ね、みんなと自分の考えについて話して、食文化の違いについて議論して、その上でその文化の違いで笑って、コミュニケーション取れんじゃん、仲良くなれんじゃん、そこもできたんですよ。 つまり聞けて、しかも話すっていう勇気がもうついた。じゃあ中田何に苦しんでたここ,こなんですよ。フレーズが瞬時に組み立てられないんです。これがなかなか伸びなかったんですね。要するに聞けてるんですよ。で伝えようと思う。だけど、ん、どう、どういう文章なんだっけって分かんなくなるから思いつく単語を思いついた順に言うんです。でも中田ズうずーしいですから。 別に文法通り並んでなくても伝わるだろうっていうメンタルでやってますね。うん、食べました。米粒。米粒の大量のやつに海苔を巻いたやつを食べました。友達と外で梅干しが入っているやつですっていうのでわかるでしょ文法むちゃくちゃでも、ああ、こいつ梅干しのおにぎりを友達と外で食ったんだなってわかるでしょね。 梅干しおにぎりを友達と外で食べましたっていう順番で言わなくたって人間は伝わるんですよ。美味しいね。コーヒー。すごく美味しいね。でいいんですよ。ね。コーヒーがとても美味しいですね。って言わなくてもいいんです。だから僕はもうそのズうしさと、もう英語が好きであなたのことが知りたいっていうマインドだけで、うわーっと言った。だけど、このままじゃいけないんじゃないかっていう、そういう気持ちともどかしさ、悔しさ。ね。 本当はもっとこういうニュアンスがいいんだよ。ね。あなたに会えて嬉しかった。あなたのおかげですごく今日も英語が楽しかったって言いたいのに。 すごく素敵な時間をありがとうって言いたいのに、Thank you very much しか言えないというね。それはとってもとってもありがとうじゃねえんだよ。あなたのおかげで英語がもっと好きになったよっていうニュアンス含まれてるこれ。だいぶ大食りだけど、Thank you very much でいいんですかと。このね、もどかしさっていうものを改善するための教えはないかなって思ってたんですけど、そのための本あったんですよ。正直、この本。 最も今、先端にある英語学習本だと私も思いました。その名もこちら。英語日記ボーイ。来ましたよ。おしゃれな本だ。これもうなんか、え、フォトエッセイかなっていうね。英語学習本っつったらね、もういろんな本があるんだけども、なんか、なんこえー、っていうね。まあ、いろんなのがある中で、おしゃれだなとまず思ったんですよ。ね。しかも若いっすね。 新井さん、ん若いんですよ。この方がまあミュージシャンでありデザイナーねえもともとはミュージシャンだったのがデザイナーにフリーランスのデザイナーになったという94年生まれですよねえ19歳から独学ででカナダに渡ってデザイナーになるね大学生の時に何とかして頑張ったえそうなんだただこの方がですね新世代ね つまり、今までの本、今までのスキームで教えてくれる人と自分のマインドがなんか違うなっていうのが、その、そのツール古くないっすかっていうね、ものを、やっぱりおすすめされた時の違和感あるじゃないですか。とにかくカセットテープを聞きなさいって言われてもさ、いや、カセットテープを聞きなさいって言われてもみたいな。ラジオを聞きなさいって言われたらラジオですかみたいなね。そういうことじゃなくて、 スマホと PC で何とかなる。これなんですよ。実は、この、独学。これでね、英語独学で検索したときに、基本的に工、高学の教材とか留学ばっかりお勧めしてくるわけですよ。ね。ビデオ教材、音声教材、もしくは、留学行きなさい、行きなさい。全部金かかる。でも俺金ないんだよって。でも、お金ないと英語できませんか っていうところで、まずぶち当たった時に「いや待てきっとできるはずだ」そう思ったんですこの新井さんがね。この新井さんは「待てよまず英語ができる」っていう定義広くない確かにそうですよね。英語できるってどういう状態を言うんですかね分かんないですけどそのすごい専門的なねもう本当、 あの、環境問題の最新技術についてと問題点について、あと法的な問題について、テッドトークでスピーチする。ね。すごい高度な英語使いそうですね。専門用語使いそうですね。こんな状態になることをみんなが望んでるわけじゃないですよね。むしろ、 あなたと喋れて英語がもっと好きになったよって、軽く挨拶を言ったり感謝したりっていうのをニュアンスをね、具体的に言えるようになるっていう、それぐらいでいいわけじゃないですか。それって何なんだろうもう一回ちゃんと考えた。この人のすごいとこ定義から考えたことなんですよね。その結果、そうだ。自分の身の回りのこととか考えてることに対してのオリジナルのフレーズを 瞬時に組み立てられることだって行き着いたんですよ。いや、まさにそうですよね。これ以上の定義ないですよね。つまり、この定義にすることで、あらゆる人に当てはまるんですよ。学者さんだったら学者さんで身の回りのことを考えていることあるよね。 アーティストミュージシャンだったらミュージシャンで身の回りのことを考えていることあるよね。それは学者さんとミュージシャンで違いますよね。ミュージシャンだったら作曲についてとか、この音楽の歌い方についてとか、楽器の演奏についてとか、オーディエンスについてとか、チケットの販売方法についてし、喋りたいよね。でも学者さんは自分の専門分野が例えば、細菌とかウイルスなんだったら、その細菌とかウイルスがどういうふうに発生して、どういうふうに防いで、どういうふうに治療薬を作る、ワクチンを作る、 とかっていうことを話したいですよね。この2人の英語ができるっていうことは全然違うことだけどコアを見てみると身の回りのことや考えてることについてのオリジナルなフレーズを瞬時に組み立てるこれに関しては全員が共通してるじゃあそれって何だろうそれを伸ばすにはどうしたらいいんだろう考えた結果ちょっと待ってってだってここで売られてる教材とかね そういうものに乗ってるフレーズって、自分の身の周りにあることと考えてることとずれてるから、一回置き換えなきゃいけないんだよね。ジョン・イ is in the park. 俺はまずジョンじゃねえから中田だと。ね。で、イ・アムになるよね。だから I a なんだと。その上で in the park じゃねえんだよ。in the ジオなんだよね。in the s ーディオなんだよね。で、入れ替えてる間に瞬時じゃなくなってる。 だから常に自分がいる場所とか自分がやることとかってオリジナルなものがあるんだったらそれについて言う練習をしなきゃ。身の回りのこととか考えてることいつか言うはず。きっと言うはず。だって中田だったら必ず言うの。言うフレーズあるよね。僕は YouTube で動画を毎日更新しています。これ絶対言うよね。 あなた普段何してるのって必ず聞かれたら僕はユーチューバーで動画を毎日更新してるんです。えー、ホワイトボードの前で、えー、本を読んでその中身を喋るというコンテンツをやっています。登録者数は286万人です。なんとか頑張ってます。みたいな。そう、もともとは芸人でしたとか絶対言うよね。絶対言うよね。でもあなた言う言わないよね。もともと芸人じゃなくないあなた。いや。 ないんだよ。芸人だったとしてもね、今見てるこれを見てる人がね、もし芸人だとしても、ホワイトボードの前で本を、読んだ本のことについて喋ってる芸人じゃないよね。だってそんな芸人は俺しかいないから、日本で。<laughs> ただ一人。だからそんなホワイトボードの前で喋ってます。私はもともとコメディアンでしたっていう例文、俺しか使わない。だけど俺は使うんだよ。ってことは俺はその、いつか言うべき身の回りのことを書いとくべきだよね。 あれ待ってそれを書くのって何ここなんだよ身の回りのことや考えてることについて書くとそれ日記じゃんってことは英語で日記つければ自分だけのオリジナルのフレーズをめっちゃ言うことになるじゃんってここに至ったということなんですね。で、なんと、この英語日記。まあ言われればね、ああそうなんだ。でもそれのやり方があるんですよ。うまいやり方が今っぽいのがあるんです。 英語で日記つけろよなんてどっかで言われたかもしれない。でも絶対やんないよね。続かないよね。なぜなら、ここまで考えた上で日記に至ってないからい。なんかとりあえず日記つけろって言われてるけど、やだよって思う。だけど僕もね、やだよって思った。でもね、ここまで自分で悩んで、ここの考えに至ったから絶対必要だってわかるんですよ。はぁ、あ。 あまさにそれじゃんと僕自身もこのオンライン英会話をやる上でいやさすがにその YouTuber です教育コンテンツあげてますぐらいの文章を用意しとこうと思って Google 翻訳してこれでいいのかなってやりながら喋ったもんね覚えて自分がとりあえず自己紹介で言うことぐらいは作っていったもんね <laughs> I have a family みたいなね Wife and daughter and s o n ってね その上でドーターがね、ンイヤーズオールドで、ね、えー、サンがスがーイヤーズオールドだっていうことは言う、そこまで言ってね、なんで英語喋りたいかって言うと、みたいなところまでねち、ちゃんと文章を作って、それでやるようになったの。それルーチン化したんですよ。ね。最初の初回は、あーってなってたのが、2回目、3回目になると、だんだん自己紹介がこなれていってます。中田ワールドご覧ください。ね。こなれていってるんですよ。一文一文、少しずつ自分の中のオリジナルフレーズが固まってきたんです。 でもそれ、日記だったらもっとな、ね。この前家族でね、スイッチ、ニンテンドースイッチのマリオワールドで盛り上がったんですよ。マリオパーティーだ、マリオパーティー。ね。今マリオパーティーにハマってるんですよ。あれ最高だよね。すごいよ。一番下の子ができるからみんなでできる。だから盛り上がる。マリオパーティーすごいな。コントローラーこんななって、こんななってこう分かれるんだぜ。 俺らの頃のファミコント中、すごいよなっていう感動を今度英語で伝えたいんですよ。でもそれって日記でしょ ?How's, how's how it going? ね。今日はどんな日だったね。Uh, how's that today? とか言われて、uh, very hot! しか言われなかったの今まで。あっち !36 degrees! と、ね、incredible! とか言ってね。<laughs> もう36度だぜ。信じらんないとか言ってたけど、正直天気の話しかしてねえっていう苦しみがあったんですよ。 今日、今日のどうだったんだよって言われて、いや、子供とゲームやって盛り上がったんだよ。ニンテンドスイッチ知ってるって、マリオ知ってるって言いたい。今はね。でもそれって日記じゃん。そうだ。これめちゃくちゃ意味あるぜ。思ったんですね。だってここには仕事のことも書くし、日常のことも書くし、自分が考えてることを書きますよね。こういうことを好きだ。こういうことを嫌だと思うとかも書く。これでいいんだ。ただそれだけじゃない。その英語日記の書き方。 もうプロですから、英語に書いていろいろ試してダメだったプロですから、書き方を教えてくれます。はい。まずなんと日本語で書いてくださいって言うんですよ。えへ、ー、ここから違った。こっから違ったよね。みんな英語に書けよって言ったらね、喜びさんでね、もう腕なんか曲げちゃってね、英語か書くぞ、なんつってね。Today! I was! ね、そっから書くわけですよね。Today! から書いてですね。I was very happy! とかって書いてですね、えー。どうしようかな、なんつってね。 そうやると何が苦しいかというと書ける英語の中で日記を書こうとするからめちゃめちゃ簡素な日記が出来上がるわけですよ。ね。そうですよね。書けることの言葉の範囲で書くからめっちゃ簡素な日記になるんですよ。ね。うん。I play, I play game with my family.The name of game is Mario Party. Very fun. ね。以上ですよ。はい。これの何がいけないかっていうと、書けるものの中で書いちゃうから、進まない。何が進まないか。本当は、悔しいが欲しいんですね。瞬時にこれが組み立てられなかった調べよう。これを体験することが一番大事なんです。ってことは、まず自然な日本語で書くんですね。いや、今日家族でマリオパーティーやったらめっちゃ盛り上がったんですよ。っていうのも、 ね。一番下の子ができるぐらい簡単だからなんですよ。って僕言ってたよね。でも英語にしたら、very fun で終わってたよね。俺の感動のポイントである、一番最年少の一番小さい息子が楽しめてるゲームだからよかったっていうのって英語で何て言うんだろうって。いうのを省いてたんです、最初から。だからそれを日本語で書いたら、そこに立ち向かうわけでしょ。え、何て言うんだろう。えっと、 一番年齢の若い人間ができるぐらいイージーだっていうことが、すごく家族で楽しめる要因だ。そこをすごいと思う。やっぱニンテンドってすげえや。歴史ある企業なだけあるぜ。ね。ここまで書いといたら、歴史ある企業ってなんて言うんだっけとか、ね。その技術を開発していること自体がすごいぜ。とか、どういう風に英語で言うんだろうっていうことを、 気がつくようになるわけですよ。でも自分の感覚だし、それは言いたいよね、いつかね。それが話せたら、ニンテンドー知ってるかああいだっ,て言ってね。ジンバブエの人と話すときに、ニンテンドー知ってるかって聞いてみたいじゃないですか。ねえ。 村上春樹を知ってる人と知らない人いるんですよ。外国の人でね。夏目漱石よりも村上春樹さんがね、有名だっていうのは僕は村上春樹知ってるかい夏目漱石知ってるかいって海外の人に聞き続けた結果なんですよ。リサーチした結果。今僕の中にふつふつと湧き上がってるのは、スーパーマリオって本当にどれくらい有名なのかって、それをちょっと聞いてみたいって今思ってるんですよ。でもそういうことが、こういうことをやってるとわかる。だからいきなり英語じゃなくて日本語で書いて英訳して、で言えなくて悔しいの。 先取りをするんだって言うんですよ。この考え方いいですよね。うわぁ、言えなくて苦しいって、いざ喋ろうと思ったらなる。だけどそれを先取りしてんだぜ。そうそう、言えなくて悔しいよな。でも次言えるようになる。これをやる。その上で、日本語での日記はそこそこの文章になりますよね。だって僕自身がマリオパーティーやって楽しかった。一番ちっちゃい子が楽しめるから家族で楽しめたんだ。やっぱニンテンドーってすげえよな。マリオってすげえよな。 これぐらいの文章になった。だけど、これ全部英語にした時に、全部に英語で覚えるかっていうと、結構むずいですよね。文章が長いからね。だから、新井さん面白いね。このね、英訳したものを要約してくださいと。で、10秒以内に言える一文だけ。つまり、一番伝えたかったこと、一文だけでいいんです。それを繰り返し繰り返し言ってみてくださいって言うんですよ。確かに。ね。って考えたら、 ニンテンドースイッチは子供もできるゲームだからすごいと思った。この一文になりませんかねニンテンドースイッチはのマリオパーティーは子供もできるゲームだからみんなで楽しめる。この一文にしよう。僕は今思った。それを英語にして言えたらむちゃくちゃ楽しいと思いません ?Do you know, do you know ニンテンドースイッチ ?Do you know ニンテンド ?Do you know スーパーマリオね、知ってる 知ってるよ日本で一番有名なゲームだろ海外でも売れてるよニンテンドーは有名だよマリオパーティーやったことあるねあの、Have you uh, played uh, Mario Party? ね聞いて、あ、oh, お、uh, やったことあるよって言われたら、いや、そうだよ、まあ、今来たぞ打ち込めるぞついに俺の言いたかったこと言えるよねあれは子供もできるような簡単なゲームだからみんなで盛り上がるよるねっていうのがね。あれが言えたときに一番言いたいことが言えるわけですよ。これをフレーズにする。これがすごく大事。 この3段階で英語日記書いてなかったからつまんない英語日記になってたの。ね。I, today I play the game.The name of game is Mario p a r t y v e r y fun. よし、今日のノルマ達成なってたわけ。この英語日記の書き方革命なのよ。これがこの荒井リオさんの大発明だと俺は思います。これによって、 言えなくて悔しいの先取りをして自然な日本語が英語として伝えられるようになったらどんだけ楽しいか。この悩みに、僕の悩みにドンピシャで答えてくれる。しかもね、いやでもようやくしたのが間違ってたらどうすんのって今思った方もいると思う。ここからがすごいですよ。荒井理由さん、ここからさらに英語日記を補強していくる。それがオンライン会を。えっやってるじゃんと。中田もうやってますやんと。ね いや、確かにこれオンライン英会話ね、マジですごいよ。正直な話。あの、もう本当にあの、英語教育革命が完全に起きてて、もう、正直ね、あの、本当のことを言うと、ま、英語の塾とか、先生とかは、かなり厳しい状態にあると思ってる。これが普及したら。なんでか。安くてマンツーマンだから。これ以上ない、ね。 これは非常にシンプルな日記とオンライン現書からある日記そして最も新しいオンラインこれを適切なやり方で組み合わせた結果可能にななった英語学習法なんですそしてこれはどう考えても僕は最強の英語独学だと思いますウェブコミュニティプログラス